ビの添削コーナーをやっていきたいと思います。最近ねインスタグラムでめちゃめちゃバズって、本当ありがたいことにたくさんの方に見ていただいた添削コーナーリアルにやっていきますので、よかったら見ててください。人の写真見ながらだとね結構ね分かりやすいと思いますので、よかったら自分ももしかしたらこんな風にやっちゃってるかもなとかっていうところと照らし合わせていただきながらお話聞いていただけると嬉しいなっていうふうに思います。よかったらねサンプルだけでも、ね、お配りしてますのでもらっていってください。でそれではねお時間になりましたのでちょうどね始めていきたいと思います。ミズラッシュの村山と申します。よろしくお願いします。ね、ラッシュリフト TV ね、YouTube でやってるんですけど、見てくださった方ありますか？ありがとうございます。嬉しい。ね、いつもちょこちょこと配信週に2回ぐらいで、ね、ラッシュリフトのポイントとかいろいろねお話ししているので、よかったらそちら回してみてください。で今日はインスタの方でねすごい大人気の添削コーナーをリアルにやっていきます。で今日はまずこのお写真からやっていきたいと思います。で、まずこのお写真の特徴としては一番上がビフォーです。で一番がアフターで真ん中が2液前の巻きの状態です。この後もすぐに、薬剤を乗せていくよというような状況です。で、私の場合で生徒さんとかにいつもこの3つのお写真は必ず撮っておいてくださいって言ってます。でこれを撮っておくことによって、こういう目の方がこういう手術をしたらこうなったっていうのが後から見てもね分かるようになります。でそうなるとやはりねちょっと思ったように上げられなかったなってなった時に、もう一度見返すことができますよね。こういう目の方でこういう特徴があったのに見逃しちゃってたなとか、こういう手術になっちゃったなとかっていうのは後から見直せるので、ご自身でも、ね、できる限りこう直していくことができるので、必ずねこのお写真はぜひぜひね皆さんで撮っておくようにしてください。で普通のお客さんでもそうですね、後からクレームがあった時とかも、役に立つと思いますので必ず撮っておいてください。で今日このお写真まずやっていきたいと思います。まずね1個目めちゃくちゃ気になるのはこれグルーの量ですね。すごく多くないですか？この真ん中のお写真になるんですけども、もう白く固まっちゃって上の方にポテって乗っかってますよね。であとお肌にも結構ついちゃってます。でこの状態になっちゃうと、もう薬剤の浸透もやっぱりねグルーの厚みがいっぱいあることによって浸透しづらくなってしまったりとか、あとね毛先とかの方にかなり溜まっちゃってるので、あのグルーの下のところで毛先が実は曲がっていたりとか、そういうことが起きます。なのでグルーのつけすぎ要注意です。要注意。結構ねこれ皆さんやっちゃいがちなんですよね。特にこのロットヒダが上にないですよね。ヒダが上にあるものだとまだお肌につくこととかは避けることができるんですけども、この場合はヒダがないものなので、特にお肌にペットルとついちゃってます。でこうなっちゃうと結構ね後からロットアウトの時にベタベタになったお肌をきれいに拭くのにめちゃくちゃ時間かかります。そして結構ねまぶたを擦ることになってしまいますので、なのでこういう風にブルーがたっぷり飲んでしまうとやはりお客さんにも負担になってしまうこともあるし、自分たちもロットアウトの時にとても時間がかかってしまいますので、よく注意してください。でこうならないためにはどうしたらいいか、これで普段のね、インスタの、リールでやってるね添削ではやってないんですけれども、今日ねこうならないようにするためにはどうしたらいいかっていうポイントもお伝えしていきます。それをね何かっていうと、自分の巻きのスピードと粘度がぴったり合った商材を使うということです。でやっぱりね自分の手が巻きの手が遅いのにもかかわらず速乾性のあるものとかを使ってしまったり、目頭から目尻まで一気にグルーをのせてしまったりすると、もうまだ巻き終わってないのにどんどんグルーが乾いててしまって固まって、そして、ね、固まってしまったところを溶きたくてまたグルーをのせてっていうのの繰り返しになってしまいます。でそういう風になってしまうと、もうどん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 グルーが分厚くなってこういうような状態が起きます。なのでもしも手が遅い方、巻きの手の遅い方はグルーを一気に全体に塗布するのではなくって、今この 2,3 分の間グルーが乾くまでの間に巻き切れるこの幅だけ、ね、にグルーを塗布してください。でそこをきれいに巻き終わったら今度はお隣にグルーを乗せて巻いていく、そんな風にやっていただくとここまでダマにならずに済むかなっていう風に思います。こう白くなっちゃってるっていうのは相当ね溜まって乾燥しちゃった状態です。でこうなっちゃうと本当にね後が大変ですから、ね、まずこの写真見て一番先に直していただきたい
かちょっと当たっちゃってますよね、ヌルネバーにね。こっち側もね、ちょっと結構目の中に食い込んでいるような様子が分かると思います。でこういう風になってもう刺激を与えてしまっていると、この後に乗せた薬剤が染みやすいなとかピリピリしてるなっていう風に感じやすい状態をこの段階で作ってしまっていることになります。なのでしっかりとこの段階で目に刺さってないか、ね、しっかり確認をしてあげてください。特にこういう、ね、紙テープの硬いものを使う方は刺さりやすいので目の気をつけてあげていただけたらいいなっていうふうに思います。でもパッと見の感じは、ね、こう仕上がり見てても結構綺麗に、ね、まとまってると思うんですけれども、やっぱりねこういうところのちょっとしたことを気をつけてあげると施術の間のお客さんのストレスを減らすことができたりだとか、やっぱりベタベタ感がないってなると何がいいかって、もちろん目を開けた時はベタベタする感じも防ぐことできますけれども、最後のコーティングがめっちゃやりやすくなります。毛にいっぱいグルーが残っちゃったりすると、ロットアウトの時にも一生懸命仕向かなきゃいけなくなって大変になるだけじゃなくて、そこに時間もかかるのもそうなんだけど、コーティングもしにくくなります。やっぱりね、最初から最後まで結構全部つながってるんですね。さっきね、林ガレさんの方でね、やった時も同じようなこと言ってるんですけど、やっぱりね、ラッシュリフトってね、最初のテープの貼る段階からもこの施術がうまくいくかどうかっていうのを左右してしまうんですね。なので一個一個の過程をしっかりと丁寧に積み重ねるようにしてやっていってください。でロット選定とかはね、すごくね、良かったんじゃないかなと思います。唯一ロット選定で一つ言えることは、ちょっとね、こっちのロットが大きかったかなって思います。もしも左右差、ちょっとこっちの目の方が上がった感じありますよね、写真の印象は。なのでこっちのロットをもし可能であれば M から S にするとかっていう風にすると、もうちょっとこっちがしっかり上がってくれたかなって感じはあります。ただ、もちろんね、調節が、これね、粘膜ちょっとこっち見えちゃってますよね。粘膜の見え方がこっちとこっちちょっと違いますよね。こっちの方が緩く上がってこっちの方が強くなるんです。そういうやり方もしてるので、若干ちょっとこっちが緩くなってるっていうのもあるので、もしこのロットで左右差つけずに同じサイズ感のものを使っていくんだったら、こういう風に粘膜が見えないように、引かないように気をつけてロットを乗せていくっていうのもすごく重要です、ね。まあ、こんな感じで、まあ、3つポイントをお伝えしていきました。じゃ次のお写真いきますね。はい、次のお写真こちらです。ちょっともうね、目頭丸とかついてるんですけど、ね、ちょっと上のビフォーの写真見ていただくと分かるんですけど、ちょっと猫目なタイプの方ですよね。猫目なタイプで、どちらかというとまつげもね、そんなに長くないかなと思うんで、ちょっと難しいのは難しいかなっていうふうには思います。なのでこういうお客さんに来た時はちょっと緊張しながら施術に入るかなっていうふうには思います。で写真の中で一つ気になるのが、まず一番最初に気になるのがロットの左右差です。左右差、ちょっとロットの左右差あるの分かります？この角度とかもちょっと違ってますよね。角度、ロットの角度ってただポンって目の上に置けばいいっていうだけじゃなくて、ロットが開いてしまったりとか、上にこう後ろに引っ張って巻こうとすると根元の部分が持ち上がってしまったりとか、この、ね、角度もすごく大事です。特に眼球が出っ張ってる丸い方とかだと、それがやりづらかったりするので左右差が出やすくなります。でそういうのがちょっとね、あるかなって感じがします。あとまつげの長さがこっちの右目の方が長いですよね。長いです。なのに同じサイズのロット使っているので、もうちょっとこっちをちっちゃいサイズにしててあげたらよかったかなっていう感じがします。ビフォーのお写真見ていただいても分かる、あ、ごめんなさい、アフターのお写真見ていただいても分かるんですけど、毛先が出てきてる感じがこっちよりこっちの方が長いですよね。なのでもちろん、お客様がね、マスカラとか塗って繊維マスカラとかで長さを補って同じカール感でいいですよっていう風に言ってくれてるんだったら全然これでも OK なんですよ。なんですけども、パッと見た印象、これでマスカラつけちゃうとどうしても右目の方がバッチリしたような印象になっちゃうんですね。なので重要なのはこの毛の毛先の高さです。毛先の高さを揃えてもらいたいので、そういう意味ではもうちょっと皮膚のコンテンツ下がっちゃってる感じしますよね。なのでそれを解消するには、こっちのロットがもう一個サイズをダウンしたようなものを使っていただけるとよかったかなっていうふうに思います。あとはもう一点、どこが気になってるか分かる方います？私が次に言おうとしているようなこと分かる方いますか？ちょっと難しいですね。目頭の向きです。あと目頭のロットの位置
柱に集中してる感じがあるんですよ、このパターン。なので結果的に上がってないっていう感じです。なのでこういうのも皆さんがご自身で判断していくのってとっても難しいと思うので、巻き始めるときに基礎っていうものを頭に入れていただいた中で、ロットの端っこと端っこ、頭をしっかり揃えるだとか、例えばあえてこっちの方がまつげが長いから緩いところから巻き始めたいよってことだったらこれでも OK なんですけれども、基礎を頭に入れていただいて、ね、それができてるかどうかを一個一個確認してから次に進む、次に進むってやっていくと、後からうまく上がらなかったんだけど、なんで目頭上がらなかったんだろうから遡る必要がなくなりますよね。遡ろうとするとすごい原因がいっぱいありすぎて、やっぱり難しいんですよ、潰していくのが難しくなってくる。だから一個一個丁寧にやっていきましょう。でやっぱりね、このね、毛布ひだの上に乗っかっちゃってるっていうのはロットが浮く原因になります。絶対にここは、ね、毛布ひだのところでちょっとワーンとしても上がりますよね。なのでそれそこに乗っかっちゃってるのと乗っかってないところっていうと、やっぱりこっちの方が強く上がりやすいっていうことになります。なのでそういうところも含めて、ね、皆さんに左右されてあげてください。あとは目尻についてこっち側がちょっと後ろにロットが下がってますよね。層の位置どうですか？この目頭のあたりは結構前の方の層に合ってますよね。こんにちは。なのにね、こっちの方行くと層が後ろの方に合ってますよね。そうなっちゃうと目尻緩くなっちゃうんですよ。なのでちゃんと、まあ、あとアイライン効果が出にくくなります。なのでアイライン効果をしっかりと出しながら、カール感を揃えていくってなると、やっぱり置いた層を、ね、揃えてあげるっていうのは層が重要です。でコロナだったら巻き上がった後に見たら分かるじゃないですか。薬剤のせる前に根元からしっかりと見てあげて、左右差ないかなとか確認してから進むことができるって、これは未然で事前に防げることかなっていうふうに思います。なんでこれはね、そういうことが頭に入ってさえいれば事前に、皆さんね見ていただいて、こっちの方がやっぱり目尻の方が下に下がってますよね。こっちの方が上に上がっちゃってますね。そうなっていうのに気づければこっちを下げて巻き直すってことができると思います、ね、なのでこういうふうに見比べていただいて、しっかりと、左右差がないように調節してみてください。で例えばですよ、こっちの方がまつげ長かったじゃないですか。だからその左右差を埋めるためにわざとこっちの方は層を後ろに置いて緩くしてるんだっていうことだったら OK です。 OK、ね、この短いまつげのをカバーするためにこっちはちょっと緩く下げてあげることによって同じような高さ感に見せてあげたいんだよってことだったら、この置き方で OK です。だから必ずしもこの置き方が全部バツっていうわけじゃなくて、なんでここに置いてこういうやり方をして巻いたのかっていうことがちゃんと自分で理屈として言えるようになるということがすごく重要です。だからね、目頭がこっちのまつげの目頭がすごく長くてこっちと左右差があったから、だからわざとこっちの、ね、ロットのちょっと太いところから巻き始めましたってなったら OK ですってことですね。だやっぱりね、左右差が出ちゃうには必ず理由があります。だから2液前の最後のこの形を固めていくよっていう最終的な、この形っていうのをもう一度今一度チェックして同じかなっていうのを確認したら進むようにしてください。ではまず目の見極めで、この目の方にはこことここがかかりづらそうだからここは強くかけようとか、ここは緩くかけようっていうのはまず決めていただいて、左右差があるからこの左右差をこうやって埋めるんだとかっていうふうに自分の施術の中でやるべきことを決めてから作業に入らないと、この段階で、あ、間違ってるな、私失敗しちゃってるなっていうのに気づきづらいです。なのでちゃんと一番最初の目の見極め、お客さんに来てもらってカウンセリングをしてるときに上がりづらいところ、上がりやすいところ、このお客さんが困っている部分必ずこういうふうに上げてあげたいんだっていうのはちゃんと目的を持って最初スタートしていかないといけないよっていうことです。でもこの目の方でも難しいよね。なんか末広二重さん気味でもありますよね。なんか目頭のところはすごい一重みたいにかぶってるけど、後ろの方がちょっとこう層見えてるじゃないですか。だからね、ちょっとこう猫目なんだけど薄い末広二重になる、すっごい難しいタイプだと思います。あとはね、この方もね、テープ、紙テープ使ってるので、やっぱりね、刺さりやすいので気をつけていただきたいです。こういうところちょっと浮いてる角
体の中にも眼球ってあるんですよ。なのでここはやっぱりデメンスっぽい方だとここのところもやっぱりアーチが強くあるので紙テープだったりするとこうやってアーチに沿うように貼りづらいんですよね。だから好きなゲートの方が柔らかさがあって沿いやすいよっていうことになります。だからねこっちの方が、まあ、私は個人的なんですよ。紙テープでも、ね、昔から使っててコントロールそっちがしやすいよって方だったらそれはそれで全然いいんですけれども、まあ、そういうデメリットとメリットがそれぞれあるのでそういったところをちゃんと理解しながらやっていただけるといいなと思います。でどうでしょう、なんか気になることある方います？私だったらここもうちょっとこうするなとかあります？ちょっとでも人のって言いづらいですよね。そう、まず巻きですよね。巻きがちょっとタバタバしちゃってる、一本一本裂くように綺麗に巻けていないってことがありますよね。やっぱりあの1駅前の巻きがこれだったら全然いいんですよ。あのさっきの私のライブの時もねすごい曲がってたりとかクロスしたりしてるんですけど、1駅前の巻きだったらまだいいんですよ。でもこれあくまで2駅前の巻きなのでこういう風にタバってなっちゃったり、例えばこの辺とかちょっとねってなってたりとかありますよね。ちょっとこう寄っちゃってたりとか毛先曲がったりとか、こういうものがあると確実にそのまんまかかっちゃいます。そのまんまかかっちゃいます。これそのままかかったら嬉しいかっていうのを考えていただきながら、ロットの上の毛の状態を見ていただけたらと思います、ね、そうですね。やっぱりこういう巻きになっちゃってる方であればまずは端からしっかり丁寧に一本一本裂くように巻いていく、そういうことをやっていただくといいかなというふうに思います。でもなんかすごくね欲しいですよね。ロットの位置とかは層も揃ってるじゃないですか。だから結構しっかりパッチリ上がると思うんですよ。しっかりパッチリ上がった時の毛が曲がってたりとかしたら逆に目立っちゃうんですよね。だからめっちゃしっかりパッチリ上がるような配置に置けてるしいい感じなのに毛がこうなっちゃってるってもったいない状態ですね。だからここが結構しっかりとね綺麗に立ち上げられていればもっと綺麗にまとまってたかなっていうふうに思います。やっぱりこの辺の感じほらちょっとそのまんまですよね。この2駅前の巻きとこの仕上がりがそのまんまな感じします。ここの開きとかもここそっくりですよね。同じように倒れてたらそのまんまなんですよ。だからやっぱりこれってお客さんにとっても過ごしづらいですしバラバラ崩れてくる原因にもなるのでやっぱりこの辺はね統一してほしい。あと巻きで言うと密着度が低いです。密着度が私の YouTube とかインスタとか見ていただくと分かるんですけど本当にロットにピカーンって張ってつくんですよ。ピカーンってロットと毛の間に隙間がないって感じでピカーンってなるんですね。そうするともっと毛の見え方が違うんですよ。もっとなんていうんですかね黒くてピカーンって感じするんですよ。もう表現できないからぜひインスタか YouTube で見ていただけたらと思うんですけどそれがないですね。ってことはふわって巻きついてしまっているところとピタッと巻きついているところとの差がありますよね。そういう風になっちゃうと薬剤でかかった時にやっぱりこう早く落ちてきてしまうところだったりとか持ちがいいところだったりとかあのバラバラに、ね、なってしまいます。だからそういうところもこの巻きで結構変わってきます。巻きの時にねやっぱ綺麗に巻き上げることを意識してくださる方はたくさんいるんですけれどもちゃんと密着させようっていう気持ちで巻いてくれる方って少ないんですよ。でもそれやってあげるとめちゃくちゃ密着揃って綺麗に同じような感じで下がってきてくれます。もちろん毛周期がバラバラなので毛周期が来ちゃえば当然先に下がる毛もいたりとかそういうのはあるんですけれどもマスカラ塗りやすい状況っていうのは少しでも長く続くような巻き方っていうのはやっぱりロットに対してぴったりと密着しているようなカール感です。なのでそういうのを意識して巻いていただくともっといいかな。だからねこのモデルさんモデルさんというかこのアイリストさんに一番お願いしたいのは巻き取れですね。私どうしたらいいですかって言われたらまず巻き取れやりましょうって言うと思います。で皆さんこういう風になんかまあ自分がね納得できるカールがまだできてないよって方でいらっしゃると思うんですけどもそうなった時に全部を一気に直そうとするとものすごく頭混乱するんですよ。だから一気に全部を直そうとするのではなくて今一番課題のところを見つけてそこから潰していってください。そうすると次に一番目立つ課題が今度見えてくるのでそしたらそこを潰してそこを潰してっていうふうにやっていきましょう。だからやっぱり初心者の方がセミナー来てくださることとっても多いんですけれどもその方たちに巻きはこうだよ、テープはこうだよ、これは何はこれで一個一個の項目に全部厳しく言ったら頭パンクしちゃうんですよ。結局何やっていいか分かんないになって自己流が始まります。なので多くは言わないです。人間の頭で理解できるのは最大3つまで
でだそうです。これ DAIGO さんが言ってました。ホントペッパービューティーのなんかそういうね、あの会があった時に参加した時に、あのメニューとかでもそうなんですけれども、お店のメニューで看板メニューありますよね。そういうのあったら3つくらいまでの選択肢にして真ん中に一番売りたいメニューを持ってきなさいっていうふうに言ってました。まあ、そういう感じでですね、あの課題があった時も私も生徒さんにそういう時は気をつけてます。あれとこ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 れを気をつけようって言っちゃうと、まあ、しちゃうなって思います。なので自分の中でも今日は練習する時に巻きだけ絶対密着を取って巻くぞって決めたら、それだけできたら今日は OK っていうふうにしてあげてください。じゃないと完璧な仕上がりになるようにっていうのはまだその次の次の次の課題だったりするんですね。なので必ず今見えてる大きな課題を一つクリアすること、そこから始めてみてください。あの夢のような話はないです。本当にね、あのなんか一個セミナー受けたら急に明日からめちゃくちゃ上手くなったら、そんなことはありえないんですよ。やっぱり話を聞いて理解できて頭で分かったことを体に起こせるようになるには少し時間もかかるということです。でそのことを理解していても体に起こした時に自分が違う行動をしだしたりするところなんですね。そこが自分の苦手なところですよね。でその苦手なところっていうのを自分で見つけたら、そこをまず一つ改善する。それが改善できたらまた次のステップに行けて、また次の課題がまた見えてくるので、そしたらその時にそこを改善すればいいので、焦らず、ね、ある程度時間はかかるんだぞってところは頭に入れつつやっていただけるとすごくいいかなっていうふうに思います。で最後にこの方でも今までの中でなんとなく一番うまそうな感じしますよ、ね、そんな感じなんですよ。でもやっぱり生徒さんからすると納得いってないと、このカールじゃ嫌なんですね。パッと見た感じ、これはきっとお客さんも喜ぶと思いますし、そんなに悪いカールじゃ私はないと思ってるんですけれども、まあ、生徒さんがさらに上を目指すためにちょっとレベルの高い、ポイントを教えてくださいって言ってきてくださいました。でその時に私が何を言ったかっていうと、まあ、唯一一つかな、ロットの置き方です。ロットの置き方、これロットの置き方さえ全然違っちゃってるの分かります？これでも大きく変わっちゃうんです。こっちのロットって目のまぶたに対して結構まぶたに対してこうやってまっすぐ置けてるんですよ。こうやってピッてまっすぐですよね。なんですけどこっちまぶたの眼球に対してこう沿うようになってますよね。だからこの目尻見てください。こうやって向こう側行ってますよね。こういう感じで眼球に沿ってこうやって行ってるんですけど、こちらは割とまっすぐカールがこうやって行ってる、横に伸びてる感じで、でもこっちの目はこうなんです。ちょっとこうなってるんですよ。その差があります、ね、だからそういったところをもしも例えばこの目の方の眼球に沿わせるような感じで、特にこれね、このモデルさんはちょっと奥目だし、あの眼球が前に出るわけじゃないので毛先だけが違う感じなのでそこまで目立たないんですけど、これ眼球めちゃめちゃ出てる方にこの乗せ方しちゃうとめっちゃ差出ちゃうんですよ。眼球が出てる方っていうと目尻までこうやってあった方がセパレートして綺麗に見えるじゃないですか。目幅があって大きくて綺麗に見えますよね。そういう風にやりたいってなった時はこっちの置き方がいいです。でもちょっとうちの主人そこにいるんですけど見ていただくと、こういう切れ長で目が引っ込んでるタイプの方だったらこの置き方しない方がいいです。横に切れ長でスーってなってるのでそこに沿うようにするにはこっちの置き方の方がいいと思います。でそういう風にロットの置き方、これパッと見た時にまだロットの置き方、どこが違うのって思ってたらもう一歩細かくロットの置き方とか勉強されるとめっちゃ変わると思います。まだまだ変われる余地がある方かなっていうふうに思います。このアーチに沿ってでちょっとねイメージをしたら、ここの上のヒグの部分がちょっとまぶたより起き上がってますよね。その時点でこうカーブに沿ってるっていう感じで、カーブに沿ってちょっと起き上がってる感じで、もこっちはまぶたにペタッと張り付いてるのでペタッとこうね平たく置けてる感じです。だからこのまっすぐ置けてるのとちょっとアーチがかってるのとではカールの出方が違うよって思うんですね。でもね、この方だと目尻こっちの方が長かったりとかするから、やっぱりねちょっと余計目立っちゃったかなっていう感じはするんですけども、まあいろいろな特徴を加味してわざとやってる場合もありますし、ね、まっすぐ両方同じに置くことがベストなわけじゃなくて、その方の目の目尻の長さとかまぶたの形とかそういうのに合わせながら調節できるようになるってことですね。調節できるということはこういう置き方したらどうだろう、こういう置き方したらどうだろうっていうのが理解できてる方ってことですよね。理解できて初めて左右差をつけたりすることができますよね。これだけでもかかり方が全然変わっちゃいます。で特に
ってるので、もう沿わせたくても沿わないようなロットだったりするんですね。そういうロットを目尻が短い方に使っちゃったりすると、もう沿わせたくても沿わないので浮いちゃったりして、ね、上がりづらいってことになります。まあ、皆さんの技術が悪いんじゃなくて、ロットの選び方が悪かったりだとか、ロットの長さをもうちょっと切ってあげれば済んでた、ね、話かもしれないですよね。っていう風に細かく細かくできるだけ分析しながら、こういう風に見ていただくといいと思います。ご自身のお写真をこうやってビフォーアフター、2液前の巻きっていう感じで揃えていただくだけで、ご自身でも見て気づけるところっていっぱいあると思います。自分の施術後から見返したいなってなった時に、写真がなかったら見返すことできないんですよ。なのでもうぜひぜひ必ずと言っていい、ね、いいくらいお願いしたいんですけども、最初と最後の写真だけじゃなくて、2液前のこの形がこの目の方にこういう施術をしたらこうなったよっていう跡を残しておいてください。そうすると自分で、あちょっとこうこうだったな、自分で巻いてる時って体がこう曲がっちゃってたりとか、見てる方向の違いとかによっては同じように見えちゃったりするんですよ、これでも。でも後から正面から見てみて、写真で見たら、あ違ったわ、あこれが原因だったのかなっていうのが客観視できるようになります。なので必ず跡を残していく、自分の施術を自分で見るってことをやってみてください。で特に私これ最近買ったんですよ、自分でも。3000円くらい私が買った時に怪しいんですけど、先週これ買ったんですよ。でこれね、あのここでライトをさ 見やすいのもあるんですけど、ここに携帯つけていただくともう綺麗に撮れるんですよ。だから施術始まる前にもうオンにしといて録画しとくんですよ。それで終わった後に気になるところだけ見るとか、であのクレーム来た時とかにお客さんに何か言われても、こういう何か証拠がなかったらあの改善することもできないですし、ね、あの対応することできづらいので、必ずこういうものとか使っていただいたら、ここに携帯はめるだけでもう十分撮れるの で写真撮るでもいいですし、動画に残しておけば後で、ね、静止画にすることもできますので、よかったら自分 の技術、恥ずかしいかもしれないんですけど、見ていただくとすごく、ね、あの自分の癖も分かるしいいと思いますので、よかったらこういうものを使っていただきつつやっていただくといいかなというふうに思います。なんかね、このタイミングでなんか技術聞いときたいよって方いらっしゃったら、直接お答えしますけれども、いかがでしょうか。こういう場ではね、ちょっと、ね、聞きづらいかもしれないですけど、あとはね、あのインスタライブっていうのも私ね、結構ね1週間に1回くらいはやってますので、その時にね質問していただければ、こういう技術のこととかいろいろお答えしてますので、